トモイと申します。台湾の保津大学から来ました。私は関東の方より関西の方が好きなので、関西の学校の中から選びました。そして感覚はバディやジャパニーズパートナーという生徒があるのを聞いたので、私も台湾でいる時はバディの仕事がしたことがあるので、留学生にとってやっぱり地元の学生の手伝うことが必要だと感じたので、ここはこの制度があるのですごく留学生にとっては優しいだと思いますので、感覚を選びました。私今政府寮という寮に住んでいます。この寮は日本人と一緒に暮らしています。なので日本人の生活はどのようにしているかをすぐ分かるようになりました。私が受けている授業はほとんど午後から始まるので、朝から台湾式の朝ごはん作って、そして昼ごはんは食堂まだ混んでいない際にまず食堂で食べて授業を受けます。それから授業が終わったら時間があるので、電車で京都とか梅田とかまだ行ったことないところに冒険として行ったりします。また私は時間があるときはボランティア活動をしています。犬と猫を世話する団体です。感覚ではいろんな面白い一般授業がありますので、もし感覚で日本語授業だけじゃなくて一般授業、あるいは日本人と一緒に授業を受けたい人は、韓国に来る前に日本語圏で N1 を合格してここに来たらアカデミックというレベルを行った方がおすすめです。心理言語学とか美学芸術学など着物について授業がありますのでおすすめです。今私が受けているアカデミックという授業で発表、そして文章表現の能力は将来がもし大学院に入ったら絶対役に立ってると思います。また冬休みに漢学の自習の体験で敬語の応用と接客の能力とかは将来の職場ですぐ使える能力になると思います。私は一番好きな日本語はめっちゃです。これは私が初めてテレビから勉強した関西弁なんですけど、標準語のすごくより心境の表せることができると思いますので、例えばすごくいいとめっちゃいいという違いがすぐ感じられると思います。めっちゃは一番関西弁の魅力が感じられる言葉だと思います。